久しぶりに登場の、はい。元明さんです。よろしはい。くお願いしどうぞよまろす。しくお願いいたします。今よろしくお願い日は話題し提ま供しす。ていただけるということですけども。はい。計算資源主義というお話を前回4ヶ月前の収録の時にさせておりました。で、これが早くももう具体的な形で、あ、こんなことも起きるんだなっていう状況が一つ生じてきておりましたですね。計算機資源主義ということでしたね。ちょっとどういう、ないおは、どういう意味かっていうところをちょっと復習していそうたですだね。もうけ一れ度じゃあお話をさせていただきますと、今の貨幣を中心とした資本、これが資本主義というところで、何をやるにも貨幣が必要であり、これが広く世の中に、まあ、ドルであったり、円であったり、元であったり、ユーロであったりということで、広く使われていて、まあ、そこに対して仮想通貨みたいなものも出てきたりはしておるわけなんですが、そうそうでいったすね。希少性のある、価値を持った物質として、新しくその GPGPU に代表される計算機資源、まあ、これが非常に価値があって重要で、希少なものであると。これこそが、むしろ貨幣を上回る力を持ってくる世の中、まあ、それにどれだけの計算機資源を保有しているかが国力であったり、企業の力であったり、個人の力であったりというところに、まあ、移り変わっていく時期がそう遠くないんではないかというような、お話を前回ちょっとさせていただいておりました。そうでで、すそね。の、しましたはね、い。その展開は。目かそうらですね。鱗っていう感じで、なるほどなとええ。思った人も多いんじゃないかと思います。はい。で、まあ、そこに関しては、オープン AI 社サム・アルトマン氏がワールドコインと紐付けてですね、いろいろやることをされていたり、ベーシックインカムもですね、ユニバーサルのベーシックインカムを、いわゆる貨幣や、仮想通貨といったものではなしに、その計算機資源を配るというような、お話もされていたりも、するところではあったんですが、もうちょっと手前のところで、割とわかりやすい形でですね、1ヶ月前ほどの、ニュースになっておりましたが、A16Z と言われる、これは、アンドリーセン・ホロビッツというアメリカの非常にシリコンバレーの有名なベンチャーキャピタルなんですけれども、これはアンドリーセンというのはマーク・アンドリーセン、ネットスケープの創業者であった方でございますが、まあ、その方がホロビッツさんと組んで、今、ベンチャーキャピタル非常に大きなものをやってるんですけれども、なんと NVIDIA の H100 を2万台確保いたしまして、で、ベンチャー投資をするときに、これまでですと何百万ドル、何千万ドルという資金を投じて、株式を受け取るという出資の仕方だったわけなんですが、それに代わってですね、計算機資源である GPGPU を拠出すると。GPGPU で出資を行うっていう戦略を、まあ、大々的に打ち出してきております。で、ベンチャーキャピタルの方もですね、そういうスタンスなんですが、ベンチャー企業側もですね、要は、特に、シリコンバレーで、生成 AI 関連で事業を起こすときには、まあ、基盤モデルを開発するのか、まあ、インファレンスのところで、いろんなサービスを、アプリケーションの開発をするのかというので、まあ、違いはあるかと思うんですけれども、お金があってもですね、実は、計算機資源が確保できないがために開発ができないとか、開発したサービス、アプリケーションをローンチできない、提供できないという、まあ非常に大きな問題に突き当たっているケースが多々見られます。で、そうするとですね、同じじゃあ、例えば1000万ドル15、6億円を出資してもらいますというときに、普通のベンチャーキャピタルが現金で出資をしてくださるというところに、この A16Z が出てきてですね、いや、僕らは1000万ドル分の GPGPU を、H100 を200枚、何百枚とかっていう形で、提供するよということになるとですね、まあそちらに飛びついていくと。お金はあっても GPGPU は買えない、見つからないわけなんですが、お金の代わりに GPGPU を出してくれると。で、おそらくはですね、これ、もしかしたらすでにそうかもしれないんですが、A16Z は、現金の価値を何倍かにして、H100 とかですね。まあ、これから B200、100、200とかっていうものを、VC からベンチャー企業に提供する。その代わり、VC 側にとってのいい条件で提供するなんてことが、これから、
動きとしては割と盛んになってくるのかな、顕著になってくるのかという気がいたしております。で、実はこれはベンチャーキャピタルという意味では、A16Z の話が今回非常に大きく取り上げられたんですが、同じことをすでにもうやっていたプレイヤーがおります。で、他ならぬですね、これは実は NVIDIA でございます。NVIDIA は、相当の実は今、生成 AI 周りのベンチャー投資をやってるんですが、もう隠れた巨大なベンチャーキャピタルと言われることばかりなんですが、彼らは、現金での出資もしてるかもしれませんが、大半は GPGPU の、ハードウェアそのものなのか、彼らが構築している GPGPU ベースのクラウドサーバーですね。ここ、クラウドのデータセンターのノードなり、その時間なりというところの使用枠を提供することで、キャッシュを使わずに、キャッシュアウトせずに、ベンチャー投資をやっていると。しかもそれはベンチャー企業側にとってはですね、NVIDIA に出資をしてもらうんだと。しかも、計算機資源付きであるといったらもう、これ以上にいい条件はないということで、非常に喜んで、出資を受け入れているというようなお話も聞いております。これは聞いた話なので、ちょっと正確性の裏取りができてないんですけれども、今、シリコンバレーの、ベンチャー投資、特に生成 AI、AI 界隈での投資というのは、以前はベンチャーキャピタルがこう札束でですね、ベンチャー企業のオーナーの、頬を叩くようにして、出資をしていったところが、今はその GPGPU で、ベンチャー企業にこう、アクセスをしてくると。ことで、これはまさに計算機資源主義が非常に分かりやすい形で目の前に展開されている事例なんではないかな、第一歩としては本当にこういうことが起こってきたなというような、思いを持ちながら見ておる状況でございました。NVIDIA がなんかあれですよね、世界を牛耳りつつあるというのは、非常にいるところですね。日本もね、松尾先生がおっしゃるには、戦略的に、ここ1年間ぐらいですかね、NVIDIA の GPU をたくさん買ったと。で、それを使ってですね、今、サーバーを立てて、で、それを使えるという形で、なんて言うんですかね、こう、競争的資金、競争的、研究、AI の研究開発ですね、というのを進めていて、まあ、応募してですね、それに当たれば、その計算資源が使えるというようなことをやっておられますね。だから割とビジョンとしては、こう GPU 使えるっていうのが、このビジネスやっていく上ではもう一番の、ポイントになってくるんだっていうところを、なんか皆が認識しつつあるということじゃないかなっていう気がするんですけども。そうですね。これも昨日、おとといのお話だったと思うんですが、国の ABCI という、まさに計算機基盤の話なんですが、これも今までは NVIDIA の V100 ベースだったわけですが、H200 を6000台、ちょっとタイミングがちょっとギリギリ間に合わなかったのかもしれないけど、ブラックウェルではないんだということなんです。ただちょっと6000台かと、A16Z がですね、1ベンチャーキャピタルが2万台を確保しているところで、国を代表するその計算機基盤が6000台っていうところで、ちょっと、残念なところもあるんですけれども。ちなみにこの A16Z の2万台は、今回のラマの3.1の 405B の基盤モデルはですね、フロンティアモデルは、H100 が1万6000台でトレーニングされたということなので、1ベンチャーキャピタルがフロンティア基盤モデルの一番大きなものをですね、トレーニングできるぐらいの計算機資源を、手にしている、保有しているというのは、非常にすごいことだと思いますし、おそらく去年1年間で日本に入ってきた GPGPU はやっぱり1万台ぐらいだったんであろうと。今年はそれからもうちょっと増えるのかもしれませんが、1万5千2万台ぐらいで、とどまるとすればですね、日本に匹敵するだけの計算機資源を確保できるアメリカのベンチャーキャピタル、非常に羨ましくも思いますし、それに対抗しなくてはいけない、日本のベンチャーキャピタル様も、そしてベンチャー企業様もですね、非常に厳しい戦いになっていくのかなという、ちょっと、懸念を持ったところでございます。いやー、すごいですね。で、
日本はそうなんだけど、他の国はどうなんでしょう。結局のところ、そのアメリカを中心に、まあ、GAFAM プラスアルファみたいなところで、やっぱり NVIDIA が生産している GPGPU の9割までいくかどうかわかりません。8割方はもう持っててしまって、残りの少ない数量を分け合うということになると、まあ、そういう数量になってしまうのかなと思うんですが、まあ、それにしても日本ちょっと少なすぎるような GDP であったり、人口の比率であったり、アメリカとの関係性の深さ、近さを考えると、いや、10倍、100倍ぐらいないといけないんじゃないかなというふうに。確か、イーロン・マスクがなんか10万台とか言ってませんでしたっけ？テスラの、方で10万台、まあ、あるいはそれをその X の方でも、XAI の方でも10万台とか、まあ、いろんなねえ。話が出ていますおお。が、だから1企業で10確かに、万台ですって。そうです桁ね。が GAFA 違い系まはすね。もう10万というか30万、マイクロソフトを含め、メタも含め、数十万台規模で、おそらくは積み上げるともう、今年来年で100万台とかに届くところが出てくるんだろうと思うんですが。なるほど。それを結局、勝っただけじゃなくて、それを使って新しい AI を作っていくわけですからね。それがまた次の、この世の中の進歩っていうのにつながっていくっていうことを考えると、ちょっいや、と。これ見てるとね、僕、前々から言ってたんだけど、まさに軍拡で、戦前のね、日本とか、米英日のこの建艦競争っていうのがあったわけで、戦艦の作り合いね。あれに非常に似てるわけよ。ただ、米英日だったんけど、今、日はもう完全に蚊帳の外になってしまって、まあ言うならどうですかね。今は米中でしょうけどね。いや、だからあんまり重要性に気づいてないっていうことなんでしょうかね。重要だと言いながらも、その規模がちょっとイメージできてないと。あ、日本がですか？日本日が。本で。いや、日本がね、で、前ね、僕が話した、で、これ、評判ちょっと悪いかもしれんが、日本の人工知能学会が、ね、全然その重要性を気がついてなかったと。で、今はまあね、気がついたのかもしれんが、もう時遅しですよね。っていうか、その今は今でもっと大きなこのうねりを感じないといけないなのが、今ちょっと1年ぐらい前の状況に追いついたというか、ね、日本全体としては。おそらくは国の上層部の方々も少しずつお気づきになられている方が出てきてらっしゃるとは思いますし、まあ、平先生とかはじめ、たくさんの方々がやっぱり問題意識持たれてらっしゃると思うんですが、民間の人たちはむしろ逆に、すごく、そこを深刻に捉えていて、ただもう無理なものは無理なので、今あるところ、できるところの範囲内で、頑張るということで、まあ、相当に、本当に頑張ってらっしゃる方々もたくさん見受けられたりしてですね、そうで最す近、か。X の上で、ちょっと非常に感銘を受けている方がいらっしゃるんですが、元木大介さんなんかが、まあ、今、本当に開発にもう寝てらっしゃらないんじゃないかっていうような感じで開発に取り組まれているのをですね、X なんかで拝見していて、いや、本当すごいなと。で、どのあた方のりような、時大輔さん。もともと量子コンピューティングなんかの研究者だった方が今生成 AI のところでですね、ああ、そうなんだ。本当にお一人でとんでもない規模の開発をとんでもない速度でやられてらっしゃるんですけれども、で、ああいう方々、まあ、他にもたくさん、いらっしゃるんだろうと思うんですが、で、やっぱり彼らに計算機資源を潤沢に提供することができれば、日本はですね、まだまだ勝ち筋っていうのが多分描けると思うのと、まあ、元木さんがすごく私、印象に残ってるのはですね、日本人で、その日本語でと、LLM っていうものが出てきたときに、その日本語がどれだけその情報圧縮された、まあ、非常に、深く蒸留されたですね、たくさんのものを中に含有しているのか、まあ、そこをうまく活かしながら、日本発でというようなところでやられてらっしゃる、頑張ってらっしゃるのを、ちょっとお姿を横から拝見させていただいていて、すごく感銘を受けてまして、まあ、後半の話にもつながるんですが、私どもの方で、推進の冷却、それから、国産の GPGPU を、まあ、本当に10万台と言わず100万台ぐらい作りたいと思ってるんですけれども、作るだけではなくて、それをきちんとディプロイして、AI データセンターとして立ち上げたときにはですね、まあ、こういう方々にもう率先してお使いをいただいて、もちろん国の研究機関とかそういうところにもなんですが、個人レベルで皆さんやってらっしゃるところには、できる限りの、こういったものを早期に、まあ、無償でもいいと思ってまして、アクセスしていただいて、
彼らが計算機資源を潤沢に持つことで、アメリカのこう今の先ほどの A16Z みたいな動きに十分対抗できるだけの動きを、流れを、勢いを作っていくことに少し貢献させていただけたらな、なんてことを思っております。今、ハードの話ですが、ソフトというか、理論面で言ってね、日本もね、ちょっとね、本気になってきたかなっていうのは、最近のニュースとして、京都大学の橋本浩二先生って、理論物理学者ね、素粒子学者ね。で、彼がね、学習物理という分野を立ち上げてですね、で、それに対するね、お金がね、初年度でね、ちょっと僕正確な数字はちょっと3億かな？それが5年間かな？で、ね、物理の研究室ですよ。で、それだけの金がついたということは、それ出したのは国でしょうから、国もそういうことの重要性っていうことに気がついただろうというのは今日の勉強会でね、した。というか、ネット、天文学のネット見てたら、研究員募集って書いてあったからね。橋本浩二先生。で、橋本先生っていうね、前々から、AGI というか、あれがなんでね、あんな頭がいいのかっていうことを、それを物理的に解明しようという話ですやん。で、それが一つね。それからね、もう一つね、今日勉強、これ後で、時間があったらお話したいんだけど、Google DeepMind が最近出したんで、国際、数学オリンピックの問題を、解いたと。で、それで銀メダルに相当する、ものを獲得したっていう、ペーパーというかブログをね、読んだわけよ。でね、僕がね、一番その中でね、印象付けられたのは何かって言って、一番最後のね、アクノレジメント。そこにはね、誰が何をやったかっていうのはずらっとこう人の名前が書いてあるわけ。それね、コンピューターに読み上げさせて、んならね、で、もうね、何人おるかわけわかんなくなったから、それをコピペしてですね、AI にかけてですね、これで何人おるんやって聞いたらね、109人だって言うわけよ。で、名前を見る限りですね、いわゆる純粋のね、アングロサクソン的な名前よりもね、中東だとかね、中国だとか、外国人の名前が多いんですよね。で、ディープマインド社って、1000人ぐらいおると思うんだけど、で、その中の109人ほど。で、さらに、それは他の、そこでメンションされているチームは含まないから、この109名は最低だってこう書いてあるわけよ。つまりね、何を思ったかって言ったらね、こういうね、PhD クラスでしょ？ドクタークラスの頭の、いいピカイチの人をね、その一つのプロジェクトのために最低109人投入してるわけよ。で、日本はそれだけの人材がおるかっていうのが僕、甚だ疑問になってるわけですよ。やっぱりね、それだけ、育てるかね。で、アメリカとかイギリスならね、金で呼び集めるわけじゃないですか。で、だからそこはね、純粋の日本人だけでね、そんな人材がまずいないよねって。で、これね、もし潤沢な金があって集めたらね、僕みんな中国人になるんじゃないかって気がしてるんです。というのは自分がね、京都大学で、ちょっと前の話だけど、中国人の、准教授の先生に呼ばれてね、ゼミやってくれっていうわけよ。で、AI に関する勉強会やってくれって。で、参加者募ったらですね、日本人は来ずにね、来たのみんな中国人の学生よ。だから、これほどね、なんちゅうかな。いや、今しませんがね、日本人は内向きになってるなっていう気がしたけどね。この計算機資源主義の部分ですね。この話はこんなところでちょっと示させてもらいたいと思う。まだ続くんですよ、話はね。はい。